森谷駅は、茨城県森谷市中央にある、関東鉄道、首都圏新都市鉄道の駅である。関東鉄道の上層線と、首都圏新都市鉄道のつくばエクスプレスが乗り入れ、接続駅となっている。つくばエクスプレスの駅には、TX15 の駅番号が付与されている。両車間には連絡改札はないものの、双方とも同じ木座橋に改札口がある。また、 連絡コンコースには屋根があるが中央に大きな空洞を設けたデザインとなっている。開業時は短式、島式ホーム2面3線を有する地上駅であったが、つくばエクスプレス建設工事に伴い一時的に3番線を撤去していた。その後、島式ホーム2面4線の構造になり、新たに京上駅舎となり、自動改札機も導入された。 定期券発売駅。ユニバーサルデザインの観点では、エスカレーター、エレベーターのほか茨城県内では、初となる、オープンカウンター式の友人改札通路が、設置されている。2007年11月には、冷暖房完備の待合室が、上下線ホームに設置された。乗場島式ホーム2面4線を有する公開駅。定期券発売駅。内側2線より、 つくば方面へは、つくばエクスプレス総合基地への入出庫線を兼ねた折り返し線が伸びている。開業当初は当駅での速達列車の退避は構造上不可能であったが、退避設備を設置する工事が2014年より行われ、2018年3月17日に退避設備の供用を開始した。現在は、北側から1番線、2番線、3番線。 4番線という配置になっている。なお、下りホーム上には、冷暖房完備と自動販売機がある待合室が設置されている。駅務管理所所在駅であり、森屋駅務管理所として、流山セントラルパーク駅当駅間を管理している。つくばエクスプレス最大の拠点駅であるため、駅舎2階に、 駅勤務管理所と乗務管理所、乗務員宿泊施設などが設置されており、1階には入社式などを催すことができる唯一の車内施設が設置されている。同じく1階には自家発電装置が備え付けられ、緊急時には本社に代わり指令室を補助する。直流電化間の終点であり、つくばエクスプレス総合基地の隣接駅であることから、普通列車の過半数と、 区間快速の一部は当駅が、始発、終点となっている。以前は、快速の一部に当駅始発、終点のものが存在した。当駅始発の普通列車は主に3番1000発、区間快速は4番1000発となっている。当駅を出発し、本線上を北進すると、次の未来平駅との間に、デッドセクションの直流、交流接続がある。 乗り場2番ホームは2018年3月17日に追い越し設備が強用されるまでは校舎専用であった。開業以来の1日平均乗車、上降辞任の推移は下表の通りである。かつての主街地の生端にあたり、住宅や商店が立ち並んでいたが、つくばエクスプレス建設に伴う再開発により区画整理が行われ、旧来の建物は撤去された。 つくばエクスプレス開業後は、東谷地区から国道294号にかけて、マンションや小建て住宅、商業ビルの建設が進んでいる。旧市街地の中心部は、南東の本町地区であり、つくばエクスプレス開業後も長子街道沿いに古い、町並みを残している。東西に2つずつ出入り口があり、北西が、中央西口、南西が、土頭口、北東が、 中央東口、南東が、八坂口となっている。土頭は、南西出口近辺の旧正寺であり、高架下の交差点名。八坂は南東にある、八坂神社にちなむ。森谷市役所や、上層ニュータウン各地区、パークシティ森谷は、駅からやや離れた場所にある。中央西口周辺東口の住宅街、関東鉄道がほぼすべての路線を運行する。バスは、 中央西口と中央東口のロータリーに乗り入れる。西口に森谷市西部と上層市、坂東市方面、東口に森谷市東部と筑波未来市方面の路線バスが発着する。その他、森谷市と筑波未来市のコミュニティバス、特定日に運行される深夜バス、近隣企業の送迎バスが発着する。森谷駅西口森谷駅、東口ドラマ映画 CM 注釈出店。 ありがとうございます。